アポロ・パパ・サナシオは、スウェーデン出身のヘビメタルボーカリスト。70年代、80年代のクラシックロックに影響を受け、これまでに数多くの腕利きミュージシャンとのセッションを経て、現在に至る。表情豊かで安定感のある歌唱力が魅力の実力派。2000年、リチャード・アンダーソンのプロジェクト、マジェスティックにボーカリストとして参加。同バンド活動終了後も、 同じメンバーと共にタイムレクイエムの一員として活動する。またそれと並行してネオクラシカルメタル系ギタリストステファン・ベリヒキール・メドゥーザの2枚のアルバムにも参加。2005年にはスペインのギタリストホルディ・サンドリーナズのバンドサンドリーナズでもボーカルを務めている。さらに2003年からイン・フレームスのニクラス・エンゲリンが中心メンバーであるガーデニアンに加入。 同バンドは2004年に解散したが、アポロパパサナシオ自身が参加した音源は残されなかった。その後2006年よりガスー率いるファイアーウィンドに在籍。また2010年には JB が脱退したマイケルアモットのスピリチュアルベガーズに参加し、同年10月のラウドパーク2010に出演のため来日した。2011年にもファイアーウィンドのメンバーとして、 日本公演を行う。この他にも、元アザリングハイツのギタリスト、ヘンリック・フライマンのバンド、イーブル・マスカレードに参加するなど、その活躍は多岐にわたっている。ありがとうございます。